どうも、じっさまです。一人だけでも、種馬兄弟でーす。はい。今日はですね、リクエストいただきました、ラゴで行ってほしいということでしたので、ラゴで行ってみたいと思います。初めて使います。強化されたんですよね。コストが50下がって、で、ビームライフルの数が5発から8発、そして緊急回避の回数が2回から3回にアップしました。はい。これはなんか強そうな感じするんでね、活躍できるんじゃないかという予想をしてるんですけどもね。まあ局射っていうんですかね。まあ武器はビームライフルしかないんですけども、3D スティックっていうのかなを、下に引きながら、後ろ移動しながら射出すると、上向きにビームライフルを放つんですけども、それがピュッと落ちてきて当たるとですね、一発よろけを誘発するというね、素晴らしい武器になっております。はい、これをたくさん利用してね、うまいこと助けていければなと思います。あ、死んじゃった。ちょっとこのダブルゼータさんにめっちゃ狙われてましたね。はい、リベンジしたいですね。ということでね、さあ10番エクシア助けましょう。あんま時間とってもね、はい、味方に攻撃食らいました。よいしょ。あんまりダメージ出ないかもしれないですけどもね、今のあの、局射からのマニュアル射撃っていうのが、おそらく、メインになってくるんじゃないかなとは思うんですけどもね。ただ、弾数管理というか、他のサブの攻撃がないんで、弾数管理が難しいのと、すぐ枯渇してしまうっていう部分があるんで、局射の2回当てとかもありかもしれないですね。よし、よいしょ、よいしょ、よいしょっと、味方ナイス、くらえ、よっしゃー。で、ビームライフル、まあ、今初めての出撃なんで何とも言えないですけども、矢が2本出るんですよね。で、まあダブルゼータのビームライフルみたいなイメージかなと思ってるんですけども、幅が広いんで、まあ当てやすいんじゃないでしょうかね。これは今までエールストライクとか使ってた方にはすごい使いやすい機体なんじゃないかなと思いますね。あと楽しいですね、この局射。なんか意味もなくどんどん打ってますけど、当たんねえな。えい、当たった。あれ連射したらいいんかな。くらえ、よっしゃ。一発当たってもおええ感じですねこれ分からん殺しですね。今ラゴって今までほとんど見たことがないぐらいの、希少種なんで。あーで、これ局射に戸惑ってますよね。絶対何が当たってるのか分かってないと思うな。くらい、やった、よっしゃ。いやー来た、そっこい、よいしょ、よし。効率は使いやすいですね。強いと思いますよ。コストも低いんで手軽に出せますしね。今ポイントもあんま持ってなかったんで、走行強化1位できてますけども、それでも十分活躍できそうな感じしますね。すごいサポート機能やと思うわこいつ。楽しい。はい、どんどん乗っていきたいかなと思います。色も変えたいかな。ただね、今客式の練習中なんでね、強化してもあんま乗れないような気もしますし、ちょっと様子見ましょうかね。ただコストがね、フル強化しても550で済むっていうのは心強いですよね。ええ感じに勝ってますね。第三勢力落としたのが大きかったですね。チーム力としては負けてそうな感じはあったんですけどもね、一気に逆転することができました。さあ、ここはいいの攻防して終わりでしょう。みんな来てくれ。貴様は何もできない。遠くからピコピコ撃つだけだ。くれ。射程距離がようわからんな。よいしょ、当たんねえな。こいつだ。くれ、百式。あー、当たんない。よいしょ、当たった。もう一応、よっしゃー。何も来ないと思ったら上から降ってくるのですよ。
ょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、くらえ、パンチ。あんまダメージ出ないですね。よいしょ、ほい、ほい、はい、ナイス抱きつきです。さあ、あとはゲルブが落として終わりか。どこにいるんだゲルブ。横にいるわ。はい、おしまい。味方さん、いい腕です。という形でね、乗ってみました。おお、かっこいいな。めっちゃドヤ顔してますね。ということでね、強さが強化されたラゴーでした。ビームライフルが増えたんが大きいですね。以前から演習場では1回乗ったことあったんですけども、ビームライフルが8発だったら使うのになっていう風に独り言つぶやいてた記憶がありますね。夢が実現しました。たまに乗ってもいいかな。ということで成績どうでしょう。今回の成績1位じゃないですか。素晴らしい成績ですね。初乗りにしちゃ上々でしょう。うん、まあ陰でこそこそって、ね、曲者打ってたばっかりなんですけどもね、いいサポートができたのかな。アシスト6もついてますしね。死ににくいっていうのも大きいですね。うん、バリバリ前線で出る機体になったな。はい、ということでね、ラゴリクエスト機体乗ってみました。どうでしたかね。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。